足寄っていいよ。ね、そんなね、下にグミが落ちてんの取って。足でやっていいから。足で。はい、あざます。誰も来ない。あ、ありがとう。こんにちは。大丈夫。今日はね、誰かいる、いるよ。ね。今日はお泊まりに来たの。これでわかる。この子の部屋。そう。な、はい、昨日。昨日良くなった。昨日はね、違う、今日の朝まで帰ってて、向こうに。で、先ほど帰ってきました。わかりやすだって。わかったよ。そう、この帽子も。おちょちゃん狼、そう。ごめん、いいよ。なった原因ももちゃんやから。え、フォローしてくれてんの、うん、ありがとう。イエーイ。おちょ、あ、おちょの声が聞こえたって。おー、ことたん、こんばんは。ねえ、ん、これかぶってみようかな。いいよ。止められるってそっちの止められるじゃないでしょ。これお茶の帽子。かおおもちゃんいない。そう、とうとうかぶり物に手を出してしまった。ねえ、これいきなり見た人何が起きたかわかんないよね、絶対。おちょんちって書けば。あー、そう、今はハスキー犬ですか。そうです、これは犬だよ。ハスキー犬だよ。分かってないでしょ。分かってる。いつもできとんやん。これのさ、猫飼いたい。そんなんある。なんかサンキューマートに売ってたよ、こんな感じの帽子。ワン。やめて、そこで見ないで。もうやめて、ほんと消して。ねえ、おちょ顔見せて。おちょはね、時間的にちょっともう、はい、顔出しできない。声はね、多分ね、声いいんだよね。カドタオバちゃんと違って子供やけど。ねえねえ、カドタバちゃんって言わないで。おちょちゃんはね、今ベッドでなんか 横たわってる。テロップなんて書こう。ねえ、テロップなんて書いたらいい。欲しいなったらカドタバちゃんって言ったら欲しいな。なんで。おちょんち。あ、隣でおちょがコメントしてる。ねえ。どういうこと。声は OK だって。
あ、これか、お茶のって。うん、いっぱい持ってんね。うん、なんか見たことある部屋だな。どこだっけ、ここは。ここはそう、今この子の部屋で。もう風邪よく、誰かといるとテンション上がるんだって。そうよ、本当はさ、一人で配信してたらもっと喋ってないもん。ももちゃんテンション別に高い時と高くない時が悪くない？あるよ。なんだろう、でも人と話してる方が、コラボ配信の時の方が喋る。そうなんだよ、うん、今日さ一緒に帰った時にさ、うん、バスの中で顔しんどったよ嘘、一言もしっぱないし。疲れてたの疲れてたの。レッスンの時さ、真剣になりすぎて真顔でさ踊ってるよ。いや真顔じゃない、なんか、ね、それ言わないで。死んだ顔いやだ、ひどい。ね、なんかしてていいよ、暇でしょ。なんかしてるよ。暴露された。暴露されました。今日はね、だからおちょっと一緒に。服を買いに行ったんだよね、うん、でもお互い一緒に行ったのに合わんから。そう、一緒にいたのに行動は別にするっていう。何時に集合ね。そうそう、何時にここに集合ねって言って、そっから別行動で帰る時だけ集まって一緒に帰るっていう。そう、握手会の服、もしかしたらお茶の服も借りるかも。貸してくれたら借りるね。え、貸してくれるよね。うん、握手会に交換するんだよね。うん、めっちゃフリフリの貸してあげる。めっちゃピンクの、真っピンクの、うん、ダメージジーンズの貸してあげる。あー、でもジーンズっていうかそういうのは普通に履くけど、ダメージジーンズは履かん、履いたことない。そうなんだよ。うん、ねえ、スカート履いてみて。お茶が、え、見たい、え、見たくない、お茶のスカート。え、みんな見たくないよね別に。ね、え、お茶のスカート姿見たい人、はーいみんな見たくないからはいねえ、待ってはいじゃねえよ、はいじゃねえよ。え、てか皆さん、あさってから握手会、はいって言った結構みんな見たい見たいね、ゆうさんも何気になんかはいって言ってる、久しぶりの。うん、みんな見たいって、うちも見たいもん。ももちゃんのストリートコーデ見たい人、はーい自分では ーい重いしね、服貸し借りしよう。そうだね、3日間あるから。うん、でも全部変えたいしね。うん、髪の毛はいつも通りももちゃんにやってもらいます。え、どんな髪型？何でもいい。社内でもお茶のスカートは、お茶のワン花柄ワンピースとかも想像つかないかも。うそ。うん。金も。うん。びっくりする、着てたら。なんか黒いワンピースとかならね。うん。着てそうだけど、花柄はね。え、でもね、聞いて、STU に入るときにさ、うん、ちょっと。清掃を気にしすぎてね、うん、一回白ワンピ着たことあるの。でも、ね、友達に見せたらね、うん、やめたやめた。ねえ、スーパーサイヤ人みたいな髪型言われたんだけど。でそうそう、熱くなってきた。脱ごうかな。スヌーイの時めっちゃボサってなるから。ボサってなる。
ストリート系の帽子を。でもね、うち結構さ帽子は持ってるよ。そうなん？うん、かぶらんけど。そう、今日は横くくり。ねえ、なんか話して無言になっちゃう。すごいさ、上から漏れるね、こここのアングル漏れる漏れてるよね。と今日はコラボっていうか、なんだろう、泊まりに、ちょいコラボみたいな感じ。そう、メンバーのお家に遊びに来て、はい、ショールーム配信しております。でもその子は8時、え、違う、9時か、9時までしか配信できないから、なんか目が多いね、この狼。可愛いだろう。うん。意外に若いおちょちょ。おちょがいつも持ってる。え、でもおちょがね、この場所は漏れるって言ってたの。そう。なんかね、暗いなと思って勉強用の明かりを、うん、棚の上に持って行ったら、これさ明かりつけなかったらどんな感じなの？めっちゃ暗い。あー、暗いよね。DS がある。ゲームなしじゃ無理やった。昨日そうなんだ、手足口病ってなんか聞いたことある。手足口病、うん、なんかね聞いたことある。あの、子供がかかりやすい病気かな。大丈夫ですか？手足口病ってなんだっけ、熱が出るやつかな、流行り病。そうそう、聞いたことある。友達の妹、幼稚園の妹がなってたよ。手足口はなんだっけ。オッケー、グーグル。大丈夫かな。感染病だよね、手足口病って確か。手足口病。髪が。あと、口の中や手足などに水なんとか性の発症が出る。うん、読めなかった。なんだ、あ、水かゆくなるやつかな、もしかしたら。怖、トップニュース、手足口病流行拡大し患者数が3万人超える。だってそう、今流行ってんのかな。マジで、なんか、なんか感染病やったら何になったやろ、インフルエンザとか。 ESTU 誰か一人になったらやばいね。うん、感染しそう。何分まで配信しようかな。20分までします。おちょはね絶対感染しなさそうだね。え、するよ、前風邪ひいたし。この方家ってことが証明されたんや。それで、うちの映らなかったかな、なんかでもよかった、うん、絶対でもさ金は持ってる気がする。おちょが、うん、うちの、違う、多分前なったから戦って勝ったんじゃと思う。あ、そうなんかな。でも確かに多分疲れとる時は、疲れとる時は結構風邪ひきやすい。あ、うん、でも治った、昨日良くなった。
口の中や手の、ああ水ぶくれかな、聞いたことある。でも手足口病ねえ、楽しみ握手会ね、も楽しみ、握手するのも楽しみだし、ご飯も楽しみ、美味しい、美味しかったよね、日替わりの、ね、そうだって朝と昼と夜で全部メニュー違うもんね。しかも、うん、そうメニューが違くて美味しいんです。ナスビ苦手なんだけどさ、ナスビの出たっけ、出たよ、それ食べてないかも、あれなんかが出た、なんか苦手な食べ物が出たんだけど、でもお魚のやつ美味しかっただけどさ、こっち苦手なもの食べれたんだよね、幕張の。おお、ナスビ美味しいよ、なんか美味しいで、すごい格好おや下ろしなさい、体柔らかくなりそう、うん、だから楽しみなんだよね。はい、皆様あさってから握手会お待ちしておりますじゃあそろそろ男女呼んで終わります。もう20分だ、イエイ、これ揺れるね。20位じゃない、13位、13位は待って見えない、北斗さんかな。13位北斗さん、12位は宮本さん、イエイ、11位コトタン、イエイ、10位はあゆみさん、イエイ、9位あかしさん、イエイ、8位たいさん、イエイ、7位しゅんぴさん、イエイ、6位ももみさん、イエイ、6位、違う、5位、待って5位見えないぞ、5位はなおちさん、イエイ、4位コレットさん、イエイ、3位見えないな、サムライマンさん、イエイ、2位ツッチーさん、イエイ、1位は WPA さん、イエイ、イエイ、最後は長いの、ごめん、うん、じゃあやり直し、1位 WPA さん、イエイ、ありがとうございます。じゃあはい、また配信しますので、今日はありがとうございました。じゃあバイバーイ、バイバーイ、バイバーイ